戦月天下第1弾海戦月天下バトル。それでは月天下のバトルルールを説明しよう。このゲームは自分の好きな武将になって次々と現れる敵を倒していく新しいカードバトルゲームだぞ。ではまずバトルの仕方を覚えよう。月天下のバトルに使うカードはこの3種類。君自身として月天下バトルに参戦するキャラカード。キャラカードには HP が書いてあるぞ。この HP が0になるとバトルに負けてしまうぞ。次にキャラの防御力が決まるアイテムカード。青い枠のカードだぞ。すべてのアイテムには防御力が書いてあるぞ。この数字が大きいほど敵からのダメージを少なくすることができる。そしてキャラの攻撃力が決まる武器カード。赤い枠のカードだぞ。すべての武器カードには攻撃力が書いてあるんだ。この数字が大きいほど相手に大きいダメージを与えられるぞ。キャラカード、アイテムカード、武器カード、この3枚を重ねるとデッキが完成だ。完成したデッキは月天下のゲーム機のこの部分にセットしよう。カードの組み合わせによって強さが決まる。次に強いデッキを作るコツを伝授しよう。カードの下部分に注目だ。数字の書かれたカードが8枚あるぞ。このカードをバトルで使っていくんだ。カードには数字しか書かれていないカードとマーク付きのスキルカードの2種類がある。スキルカードの方が強いんだ。自分のデッキにスキルカードが増えるようにカードを重ねよう。そしてこの右にある2枚が必殺技カードだ。必殺技カードを使うと必殺技が発動だ。これらをうまく組み合わせていけば強いデッキが作れるぞ。それでは足軽くんで月天下バトルを戦ってみよう。さあいよいよ月天下バトル開始だ。敵は天下一新聞の集金に来た男勝家。パワータイプの強敵だ。まずはここを見るんだ。これはターンゲージ。このターンゲージが一周すると自分の攻撃ができるぞ。攻撃には画面左下にあるこの手札を使うんだ。手札の4枚とボタン4つは同じ位置にある。それでは早速攻撃をしてみよう。攻撃方法は簡単。数字をつなげた後激ボタンで攻撃だ。1、2、3、4と順番に4つの数字をつなげると4回連続で攻撃できるぞ。小さい数字から大きい数字のカードへ順番につなげて押すことをコンボというぞ。コンボをつなげることで効果が上がるカードもあるからコンボを積極的に狙っていこう。そしてバトルを有利に進めるために重要なのがこのネクストカード。次に配られる手札がここに表示される。コンボを狙うならここもよくチェックするんだ。コンボは1からでなくても大丈夫。
1枚選んだり2枚選んだり、いろんな選び方があるぞ。さて次はスキルカードについて説明しよう。今回は3種類のスキルカードを紹介するぞ。パワーカードとファイヤーカード、そしてシールドカードの3種類だ。敵に多くのダメージを与えられるパワーカード、相手からのダメージを少なくするシールドカード、敵の手札を燃やせるファイヤーカード、最後に必殺技が発動する必殺技カード。必殺技には攻撃力を上げたり HP を回復させたり大ダメージを与えたりといろんな効果があるぞ。何度か試して気に入った必殺技カードを選ぼう。それでは足軽くんの初陣バトルを見てみよう。みんな準備はいいか？まずは敵の男勝家の攻撃だ。4コンボだ。お、ここで足軽くんのターンゲージが一周。ここは冷静に4コンボ。今度は両者同時にターンゲージが一周。先に敵ボタンを押した方が先に攻撃できるぞ。足軽くんが先に攻撃だ。ここで男勝家の攻撃、360ダメージ。お、ここで画面下にあるラッシュゲージが満タンだ。このラッシュゲージが満タンの時に攻撃をするとラッシュが始まるぞ。攻撃を受けたりある条件によってラッシュゲージは溜まっていくぞ。ラッシュ中にノルマを達成すると最大攻撃奥義が発動。ラッシュが始まったらコンボを何度も狙ってノルマを達成させよう。さっきまでのバトルと同じように左下にある手札を使って数字をつなげコンボを作って激ボタンだ。コンボが完成すると画面中央のラッシュ数が溜まっていき、足軽くんの鬼一番組見つけた。男勝家に大ダメージを与えた。足軽くんの勝利だ。やった、でっかい手柄だ。月天下のバトル方法は分かったかな？君だけのデッキを組んで天下一を決める月天下バトルに参戦してくれ。強豪を倒して月天下バトルの優勝を目指せ。